はい。それでは、飛躍階段行列の検算ということですね。飛躍階段行列に変形するっていうの分かったんですけども、この飛躍階段行列の変形っていうのは、前期後期を通して線形代数の中でも非常に重要な、まあ、計算手順ということになります。計算なんですけども、結構みんな間違える人が多くてですね、あの、回数の計算、まあ、階段行列にする段階で間違えてしまうという人もいるんですけども、まあ、回数の計算が合っていれば、飛躍階段行列の形を検算することができるっていう、 のが今回のお話です。はい。まあ、回数についてはですね、この下の方にも書いてありますけども、まあ、例えば列基本変形しても回数っていうのは計算できるので、えー、列基本変形を組み合わせて回数は二重にチェックするということですね。で、回数が正しかったとすると、飛躍階段行列の形の計算は次のようにして、してできますよというのが今日これからするお話になります。この A という行列を見てください。はい。この A ですね。この A を、この A を行変形して B という飛躍階段行列にしました。 これが合ってるかどうかね。あの不安ですね。これが合ってないと、今後連立一致方程式を解くときとか、いろんなところで後期になってから一時、一時独立制とかやるときにもですね、大変困ったことになりますので、これが、あの、正しいという確信を持てるのは、早めに持てるようにしといた方がいいわけですね。はい。で、その確信を持つためにどうしたらいいかということなんですけども、はい。なえっと、まずこの B、日焼けだけを注目するとですね、はい。この3列目、よしいこの3列目はマイナス1、マイナス110ですね。 で、ベクトの一時結合のところでやったようにですね、これはマイナス1倍の100と1倍の010と。つまり、マイナス1倍の E1 プラス1倍の E2 という形をしてるわけですね。はい。で、E12 は当然この1列目と2列目は E12 ですから、この3列目は1列目のマイナス1倍と2列目の1倍という形をしてるわけですね。はい。で、それを式に書いたのはこれです。同様に4列目もこういうふうになってますと。 はい。で、このことはですね、何を意味するかというと、この式は何を意味するかというと、要するにこれ B1-B2-B3 イコール0と。一応 B3 を主役にして、こっちを左に持っていくと、こういう関係式なんですけども、これはこの B の列ベクトルに関して、これをかけたら0になる。0ベクトルになりますよと。これ0ベクトルですね。2になるこういうことですね。同じように、この関係式も、これをかけたら0になりますよと。このベクトルに B をかけたら0になりますと。 ということですね。はい。ということで、えー、まあ、こういう関係式があるわけですけれども、一方で,ですね、B イコール PA と、まあ、もし、ちゃんとこう、正則行列を使って、基本行列の積を使って、B イコール PA となっていたとすると、当然、この BX イコール0と AX イコール0は、同値になります。これは、まあ、連立一時方程式をこれが解くときの基本原理なわけですね。この変形が同値であるということを、まあ、行列の言葉で言い換えただけなんですけれども、ということで、こういうふうに、この同値性が成り立ちますので、 これはどういうことかというと、この条件とこの条件は同値だということになります。ということはですね、この A についても、A という行列についても、この関係式が、この関係式が成り立つということになります。じゃあ確かめてみましょう。3列目ですね。1-16ですね。1列目の -1 倍は、-1-2-4 です。2列目の そのまま足します。2、1、マイナス -2 ですね。これ足し算するとどうなりますか ?1、マイナス -1、マイナス6ですね。はい。合ってますね。OK ですね。4列目を見てみましょう。1列目と2列目足せばいいんですね。これとこれ足せばいいですね。3、3、2ですね。3、3、2ですね。合ってます。OK。というわけで、飛躍階段行列、この形に変形できた時に合ってるかどうかというのは、この間、このピボットでない列を見れば、このピボットの列が、ピボットでない列が、 え、そのピボットの列の一時結合としてどのようにかけているかということがわかるので、それを使って、元の行列 A に関しても、その計算がちゃんと関係式が成り立っているかどうかを確かめるということですね。それでは問題をやってみましょう。下の行列 A は行に関する基本変形で、この形に変形できます。A の3列目という5列目を求めなさいと。こういうことですね。3列目、5列目が文字になっています。A、B、C、D、P、QRS になっています。はい。それでは求めてみてください。 はい。それでは行きますね。A を、の列ベクトルを AI と、第 I 列ベクトル AI と置いとくと、はい。この飛躍階段行列の形になるというわけですから、3列目は1列目の2倍と、2列目の1倍。5列目は1列目の1倍と、それから2列目のマイナス1倍と、4列目のマイナス2倍と。ということで、こういう風な関係式が、 成りたっていわけですね。従って A3 はこのように計算することができますし、A5 はこのように計算することができます。ということですね。まあ、あの厳密にはですね、この A1 のこの1列目、2列目、4列目があランク3。ランク3というのは、ここがちゃんと階段のピボットになってますと。ちゃんとこれ、この3つだけでちゃんと階段の段、3段構成できますよということを、 言わないといけないんですけども、これも、あの、まあ、実際にこう変形して確かめればですね、わかりますので、あの、ここは、これで、OK ということになります。